大きいね。はい、おはようございます。私本日燕三条の駅にやってきましたよ。あれあれ、燕三条どこに書いてあるんだろう。あ、ここか、ここね、燕三条駅。あ、ちょっと隠れてた。はい、今日はね、これからですね、厳備新幹線に乗ってこようと思ってですね、来てみました。ちょっと頭ボサボサなんだけどさ起きて思い立ったように来たんでね、こんなです。で、今日はですね、厳備新幹線初めて乗るんでね、今年の12月20日ぐらいでね、引退ということでね、終わっちゃうらしいんでね、乗っとこうと思って、一回も乗ったことないんでね、せっかくなんでね、動画を回してですね、撮れるとこまで撮ってこようと思います。まず行ってみます。ここがね、三条口で、反対側はね、燕口になります。こっちが燕口ですね。まあ駅は本当にだだっ広いですね。そして今日休日だけど一っ子一人いない感じ。マジかって思うけど、今いないものはいないんですよね。人がいない。あそこにおみこしみたいなの置いてありますね。お祭りで使うのかな、わかんないんだけど、未見のことが書いてあります。上りエスカレーターです。上に向かってエスカレーターで行きます。ここが、鳥居があって、くぐると弥彦線改札口ですね。こんな感じ。乗ったことないんだよね、まだね。今度乗ってみようと思います。ここはね、燕三条ウィングなんて言って、地場産業の、金物だとか、ちょっとした食べ物だとか、服とかも売ってるのかな、ちょっとしたお土産は売ってねえか、なんかいろいろ売ってます。これで面白い。11時39分の時452号、これに乗ろうと思います。燕三条から越後湯沢3560円か、3560円かける2。いや、やっぱ結構高いね。7000円超えるのか。でも行ってみるか。長岡じゃな、長岡10分で着いちゃうんだよね。いや、行ってくるか。領収書ボタンを押してください。発見しています。お釣り焼き、釣り焼き、お取りください。はい、はい、買いました。もっとなんかお得な方法とかもね、きっとあったと思うんだけど、結構俺も行き当たりばったりだからね、もうこれを買うしかなかった。自由席、越後湯沢まで行っています。長岡か浦佐っていう選択肢もあったんだけど、浦佐だと結局3000円超えて行っても何もないし、長岡だと10分で着いちゃうんで、ちょっとさすがに面白くない。長岡だったら1300円だったんだけど、もうね、せっかくだから湯沢まで行ってきます。12番線にもう行きます。これか、はい、ラストランのこれですね。これがなんだか、さっき書いてあったの何々さんのなんだっけな、こんな絵がね、西山リックさんっていうね、絵本作家の人が描いたものだそうです。厳備新幹線が止まる各駅にそれぞれ違う絵が飾ってあるそうです。こんな感じ。長岡も見れるかな。エスカレーターで上がります。もう結構田舎の駅なんですけど、ね、やっぱり新幹線の駅だけあって、まあまあ大きくて、まあ、近代的にはできてます。結構至る所にこうやってラストランって書いてありますね。残念ですね。でも今日乗れてよかった。まだ乗れてないけど、はい、1個前の新幹線来ました。あっけー、
東京も行きたいなと思っちゃうけど。かっこいいですな。これは1個前の新幹線で、時何号か分かんないけど、 E2 系の新幹線ですね。あー、やっぱりかっこいいですな。はい、次が現場新幹線の番ですよ。一番後ろの車両で待つことにします。来ましたよ。こんな間近で越後湯沢まで行ってきますよ。ほら、全然ガラスないんだね。うわー、こんな感じ、ガラスが全くない、待っちゃってる。おー、すごい、すぐ発車だね。乗らなきゃだね。ちらっと見てきたのが秋猪俣さんの作品ですね。で、ここから先がですね、次15号車が光神遥さん、14号車が石川直樹さん、13号車がパラモデル、パラモデルってなんだ、北斗健太郎さん、車が小牟田雄介さんですね。で、中止当時これ指定してここ入れんのかわからないけど、なお松本さんですね。これから見ていきます。トイレと、ね、手洗い、電話もあります。人がすごいね。ここは窓がね、あって外がよく見える、明るい、綺麗。ちょっとザザッとしか見れないけど、すっごく綺麗。現代アートって感じがするな。こんな感じですね。写真ですか、写真。置いてちゃった。こっちの写真。ちょっとザザッとしか見れないけど。すごい。反射しちゃうね。反射
ですけど、すごい。ここはすごい綺麗だな。こんな感じ。おー、綺麗。ピカソの絵みたい。こういうね、色とりどりの絵はすごくいいですね。ここはね、ビュッフェとかカフェみたいな感じになってますよ。ここはキッズスペースだね。すごい。ブラルやって遊べる感じだね。ここで外が見える。ねえ、いいか、カレー。もうやめる。まあ、本当普通に外も見えて新幹線としても楽しめる。早い。これはすごい鏡でもみんな映っちゃうんだこれ。12号車です。ちょっと鏡調になってるからみんな映っちゃうな。すごい。あの、ここで見れば。夏からだから、もう1ヶ月経ったよ。なるよ。ここは結構長いスパンでトイレとかがあるな。多目的室。ここはあんなね、普通に指定席なんだけど、指定席は普通に、あの、あれでもないな。めっちゃ椅子綺麗。ここが指定席ですね。あ、こんな感じ。だから椅子もこれアートのあれなのかな。ボサボサ頭のままにしちゃったけどさ。でも、人がすごい。あ、それはご想像に結構楽しめます。こんな感じでね、見れます。鏡のね感じですよ。はい、みんなまだ動き回ってるからね、結構大変だけど。あ、これ音声入ってないかな。後でナレーション入れようか。こんな感じです。鏡張り長岡で5分ぐらい空き時間があって写真撮影ができるそうです。今、一番お尻の車両に行って撮ってこようと思います。はい、こんな感じ。ちょっとスマホでも撮っとかなきゃだからね。スマホでも撮っときます。これがですね、新幹線。こんな感じ、真っ黒の車両ですね。さすがにね、もうちょっとで終わっちゃうだけあって、人すごいですわ。ほら、すごい綺麗だね。ほら、ギリギリだけど、前の方まで撮ってきますね。こんな感じ。あ、前後ろは同じだね、ほぼ。同じだね。同じ感じ。こういった感じ。かっこいいですよ。とっても。新幹線って感じ。アイスコーヒー一つ。はい。
一人で帰るとこはないけど、なんか。鑑賞天美新幹線の旅はいかがでしたでしょうか。閉館まで間もなくとなりましたが、ぜひまたのご来場を心よりお待ちしております。この先列車が揺れることがございます。お気をつけください。越後湯沢に到着です。お出口は右側です。紅葉がすごい綺麗だね。初めて降りるな、越後湯沢。みんな写真撮ってるね。看板ないかな。ちょうどないね。20分後に折り返す感じだね、これが。最後の方に降りようか。ここはね、最初の方でね、人が映っちゃって撮れなかったから、そこはカットだね。これ今人が少なくなったから撮れるんですけど、これはほら鏡張りの俺が映ってるほら、ね、全身黒ずくめで来ましたよ今日は。アーティストの作品を邪魔しないように真っ黒の服で来ましたよ、上から下まで。バーキングスペースようやく撮りやすい。ここもさっき撮れなかったからゆっくりだったな。こんな感じだね。なんか降りろって言われるかな。感じ。ここも先取れなかったからね、全然。ちょっと急ぎ足になっちゃうけど、やっと人がいなくなったから取れます。みんな同じこと考えてるね、やっぱりね。なかなか降りない。危ない、気をつけて、落ちるよ。降りた。はい、ここも取っときます。閉められちゃうかな。閉めない。あ、これすごい綺麗だよね。ここがね、やっと取れました。あ、すいません、取ります。こんな感じ。いや、取れました。この車両だけ取れなかったけど、最後ザッと綺麗に取れたかなと思います。動かないで、多分このまま折り返すんだと思います。あれ、取れてる。これと両方取れてる。かっけえですよね。おでこでっかでかだな。こんな感じ。楽しかったです。この車両が本当に素敵だよね。
外も中も、こう外から見たら本当に綺麗ですわ。いいよねこれね。ああ綺麗。県備新幹線はすごいねこれね。これなんか虫がつくのかね。虫が当たるんだろうね。めっちゃ汚いんだけど。いやー見納めになるなこれも。残念です。はい、これがですね、越後湯沢のこの西山リックさんという方のですね、絵本作家の絵ですね。はい、今ですねこれ越後湯沢駅ですね、生まれて初めておりますね。なかなかやっぱり新幹線の駅だけあってなんか大きな感じはするな。よし、降りますよ。領収書となって出てくるのね。すごい、知らなかった。わすごいね。え、こんなに燕三条より全然すごいじゃん。なんじゃこりゃ、知らなかった。え、なにこれ。え、こう考えるとちょっとごめん、燕三条だいぶへぼいぞこれ。越後湯沢の駅栄えてる、びっくり。やっぱり東京から来る人がいっぱいだからかな。あ、燕三条なんて閑散として誰も人なんかいないんだよ。これはすごい、びっくりした、知らなかった。え、すごいよ、お店いっぱいだし人もいっぱいだし。うわ、燕三条とは全然違う、びっくりした。なんだこりゃ、すごい、もうデパートみたい。こんな感じ、食べるところもあるし。燕三条は蕎麦屋1軒あるだけだからね。で、和牛の食べれるお店だとか、魚沼ラーメンだとか、あとここはポンシュ館だね。こっちにもあるんだね、ポンシュ館が。魚沼ラーメン流行ってるよ、並んでる。酒風呂ってなんだ、酒風呂、あれはなんだ。え、何これ。面白い、なんでしょうねこれね。こんなのがあったりして、綺麗だね、綺麗だね。おお、すごい。とにかく思ったよりすごい越後湯沢。いやー、すごいね、こんなに人がたくさんだとは思わなかった。はい、片道切符できたんでね帰りはですね、燕三条に帰ろうと思うんだけど、で温行で帰ると1690円、2000円近く安いでね。帰りは鈍行乗り継いで帰ります。越後湯沢どっち口とかあるのか分かんないけど、温泉街の方に出てきましたよ。やっぱり温泉なんだね、越後湯沢の。こんな感じ、湯沢グランドホテルって書いてあるから、お湯がざわざわのあれかな。え、思ったより小さそうだな。あっちはほら大きな、なんだろうね、ちょっと書いてないから分かんないけど、ちょっと街中歩いてみたいと思います。越後湯沢駅ね、なんか有名なものとかあるのかちょっとわかんないけど、ちょっとねプラプラ歩いてみたいと思いますよ。街中をね、温泉街行ってみます。足湯だね、足湯がある。足湯にみんな入ってますね。これがどっちがメインストリートなのかわかんないけど、温泉街。いや、びっくりするほどなんか駅が栄えてるし人がいるのはちょっとびっくりしたけどね。ほら、山は本当に紅葉すごく綺麗ですよ。あ、こんな感じ。はい、越後湯沢に来てますよ。やっぱりこれが湯沢グランドホテルだね。ねえ、あの CM って東京とかでもやってんのかな。お湯がざわざわって、なんかどうだったかな、東京とかでもやってたような気がするな。俺わかるもんね、あの CM。
大きなホテルなんだろうね。でも古い感じはするね、かなり。大きな温泉旅館、ホテルみたいなのがね、こう並んでありますね。この稲本っていうところと、シャルマン湯沢もこれ、ホテルかな？いや、マンションかもしれないな、シャルマンとかいうの。もしかしたら、これも立派な宿だね、稲本さん。大きな宿。古そうだけど。ねえ、この湯沢グランドホテルがこんな駅の真ん前だとはちょっと知らなかった。アクセスはめちゃくちゃいいですね。はい、これも、ここからもね、ほら、ずっと温泉街って感じはあるね。この雪の花っていうのも結構大きな、これは新しそうな感じはするな。雪の花、なんかまあネーミングとしてはいいですよね、なかなかね。そしてこんな感じ、温泉街をもうちょっと歩いていってみようかな。こういう感じでですね、なんかこういうちょっと川が流れているようなところってなんか雰囲気いいなって思います。そしてですね、あそこにあるの、ある湯沢ニューオータニって名前はさ、こうね、ニューオータニなんて言うとおおって思うけど、すげえ古そう。あれやってんのかな。あ、やってるね。なんか窓拭いてるもんね、掃除の人が、ね。マジか。でもすげえ古そうだよ。やってんだね。ここもほらちょっと登っていくと温泉街みたいな感じがあるね。あれ、ホテルフーターバーじゃね、あれ。ちょっと行ってみようか。あ、結構遡ってきてた、難儀。これほら、ホテルフーターバーだね。と、ニューオータニが向かい合ってあるんだね。これは相当古いね。昭和って感じ。そして、結構すぐ近くにあのほら、ロープウェイが見えてますよ。ちょっと動いてなさそうだけど、あのロープウェイも古そうだね。これがホテル双葉。これもすげえいい旅館って感じ。ここはオトワヤ旅館って書いてあるね。小さい旅館、大きな旅館がこの辺は縦並んでいっぱいある。そこの滝の湯ってところもものすごい大きそう。大きいな、ね、こんな感じ。温泉街、いかにも温泉街って感じの場所ですね。いいとこです、すごく。そして紅葉がめちゃくちゃ綺麗。でここがすぐ、まあ、すぐそこなんだけど、湯沢東映ホテルっていうとこだね。いいとこにあるね、なかなかね。いやー、ほんと、いやー、これちょっと来てよかったな。こんな感じでね、山、まあ、ほんとにいい色に染まってますよ。ちょっとここに、なんだこれ白っぽくなっちゃうんだろうな。ホワイトバランスが悪いのかな。あの、これカメラじゃちょっとあれだけど、まあ、紅葉はすごい綺麗です。はい、東映ホテルの上ちょっと歩いてくるとこんな感じのちっちゃい公園になってますね。あの、こんなね、なんか水が流れてて、ね、あ、コイがいるよ、ほら。結構立派な錦鯉とかいますね。綺麗。冬どうなっちゃうんだろう、この子たちは、ね。そしてそこに小さな橋かかってますね。面白い形の。今行ってみようかな。そしてあそこにほら、滝がありますね。そしてあの上の紅葉がめちゃくちゃ綺麗。いやー、こんなんで白っぽく映っちゃうんだろうな、カメラ。なんだろう、なんでなんだろう、これ。もうね、ちょっとお伝えできない。これなんか白っぽく映っちゃうのが本当ダメだな。めちゃくちゃ綺麗なんですよ、これ。なん、どうしてこんな白っぽくなっちゃうんだろうな。ダメだな。スマホでも撮ってみようかな。はい、この橋を渡ると、まあ、どこに行けるとかいうあれじゃないんだけど、でもこうやって普通にね、渡って OK な橋ですよ。そしてこの、まだね、やっぱりこれはだいぶ緑だけど、やっぱりほら先端の方から色変わってくるんだね。これもみじですよ。まあ先端の方はほらいい色になってる、結構ね。そして下には川が流れてて、上流の方はこういった感じ、滝です ね。あそこもほら、上の方はすっげえ赤い。ほら、綺麗。滝の方まで行ってみようかな。はい、
滝まで来ました。まあ、滝っちゅうかまあね、まあ普通にダムなんだろうねけどね、ダムで、あそこにねほらなんか水場所なんて言って絵が描いてありますね。こうなってくるとこのダムも見てみたいね、どうなってるか。でもなんか直でこの辺から上がれるところはないんだよね。ちょっと回り込まなきゃいけないみたいだからちょっと面倒いけど、ちょっと行ってみようかな。うわー、すげー綺麗です、こんな感じ。うわー絶景だね。あれロープウェイの山頂だね。今日は動いてないみたいだけど、あ動いてる、動いて、あ動いてたね。そうか、まあ今日休日だもんね。いやーロープウェイも乗ってみたいけど、ちょっとロープウェイの駅は、まあ、行けないことないか。そしてね今これさっきの滝の上流に来て、あのダムの上に来たんだけどもねダムの上にこう来たらさ、こう青々した湖がこう水面がさバーンと広がってると思うじゃないですか。はい、ダムの上はこんな感じです。何これ水なんかないじゃん、びっくり水なんかない、ありませんダムじゃねえじゃんみたいなね、ちょっとびっくりした。なんか想像をめちゃくちゃ裏切られたよ。こんな感じだね。ダムの底は入れないけどもさ、これさっきのほら滝が流れてるところの上ですよ。上なんだけど水なんかねえし、びっくり、ね、そしてロープウェイが今上がってきましたね。見えるかなこれ、ちょっとズームしますよ。あれほらすごいね、でっかいロープウェイですよ。あれが山頂に向かって向かってますね。2台あるんだよね。あもう1個降りてってた。ちょうどこうジグザグで登ったり降りたりが同時にしてるんだね、赤と青のロープウェイ。こんな感じね、楽しそうだな。あれも乗りたいんだけど、いっぱい乗ってる感じはある。結構手ぶれするな、どっか押さえたいけど。こんな感じ、もう結構乗ってるかもね。湯沢高原って書いてある。楽しそうだね、今日休日だからね、はい、そしてこっちから見る山々も向こう側の相当綺麗だよ。ちょっと肉眼で見るのと映像で見るのとの違いがすごいかも。いやーもっと綺麗に撮りたいんだけどな。ここもスマホの動画差し込んでみようか。カメラダメだな、やっぱり 4K とかのカメラ買わないとかな。これさっきの滝ね、上には水がほとんどありませんこんな感じ、土です、土。ここも素敵なとこだな。これほら川が階段みたいになってんの、ずっと上までズームしてみようか。こんな感じ、なんか面白い。ここが湯沢のロープウェイだね、さっき見えたとこの、三陸駅だね。ちょっと中行ってみます。これ面白いね、これこれリフトだよ、リフト、リフトが椅子になってる。2200円だね、はい、ここはね普通にスキー場だね、スキー場になってて、そしてそこはさっきのほら東映ホテルで、ぐるりと回すとこれがロープウェイの三陸駅だね。でかい、でかいね。ロープウェイもあれこれかなりでかいです、100人とか乗れんじゃないかな多分。でかい、まもなく出るみたいですね。動き出した、結構静かに動き出すね、音もガタンも何も言わない感じ、面白そう、乗りたかったな。2200円ちょっと高いね。でもね動いてる、超ゆっくり動き出す。お動き出したよ、でかい、相当でかいです。これ伝わるかな、ものすごい乗ってるね、いっぱい。わーこんな感じ、真上ほらでかい。いってらっしゃい。
山頂いいんだろうな。でもこの間ドラゴンドラでお金使ったからな、ちょっとまあ今年は我慢だな。なんかはちょっとしたお土産屋さんとかがあります。こんな感じね、こういう感じ。でも温泉街ならではだよね、今でもあるんだねこういうの。射的、へえ面白い、久々に見た。またね同じ温泉街を歩いて戻ろうと思います。これ下から見た感じね、まあ、結構何でもある感じはするな。なんか楽しかったですよ。お寿司屋さんとかもある、ね、さっきの温泉街ある方は西口みたいですね。こっちが東側、まあやっぱり向こうがメインな感じはあるね、温泉街があって。でもこっちもなんか商店街なんて書いてあったから、もしかしたらいろいろあるのかもしれない。ちょっとだけ見てこようかな、ちょっと疲れちゃったけど、ね、ちょっと降りてみますね。山が綺麗ですよすごく。今は2階から撮ってます、駅の中。はい、こっちがね東口ってやつですね。結構だだっ広いターミナルになってて、要は冬の多分スキー客とかのねために観光バスがずらりと止まったりするんだと思う。だけど結構こんな感じでアーケードになってて、それなりに商店街っぽくはなってんのかな。そっちの方ちょっと行ってみますね。こっちもねやっぱりそれなりに街になってる感じだ ね。こうやって雨に当たらない感じのアーケードになってて、それなりに商店街っぽい雰囲気にはなってるね。いろいろありそうですよ。あそこの黄色いホテル、スポーリア湯沢、あそこね多分もう閉めちゃったんだよな確か。ずっとねあのバスの後ろとかに宣伝 CM 貼ってあって、シールが。でここね東京に住んでる時友達と一緒に一泊したことあります、スノーボードに来て。あの時はほら加山雄三の加山キャプテンコーストっていうスキー場に来たんだけど、あそこに泊まった記憶があります。あれ屋上にお風呂があるんだよね、露天風呂がすごく良かったんだよね。もうね多分なんかやめちゃったみたいな話ちらっと聞いたな。東口のねお蕎麦屋さん、ヘギ蕎麦屋さん、ヘギ蕎麦っていうのはこっちでは結構有名で、まあ、よく聞くんだけど、めちゃくちゃ流行ってる、外並んでるもんね。でこっちがそれなりに商店街っていうかいろいろお店になってる感じですね。思ったより栄えててびっくりしました、湯沢。はい、いかがだったでしょうか。厳備新幹線に乗って越後湯沢で遊ぶ動画ちょっと長い動画になっちゃったと思うけど、まあ、あのところどころねあの編集してアップロードできたらいいと思いますけど、どっちにしろ結構長くなっちゃうな、長くなっちゃうけど、はい、飛ばしながら見てくださいね。あの越後湯沢はこんな結構楽しいところだと全然思ってなかったから、ちょっとなんか本当もし楽しかったですよ。ちょっとめちゃくちゃ跳ねてるね起きてすぐ出てきたからね。まあまあこんな感じでですね、今日はね、来る時だけ厳備新幹線で来てですね、帰りは鈍行乗り継いで帰りたいと思いますよ。はい、2000円も安いのでね、ちょっと調べながらですねこれから鈍行乗り継いで、燕三条まで戻りたいと思います。はい、それもね電池が残ってればちょっと動画撮ってみるけどね、あの鈍行電車を乗るというね動画をちょっともう電池がないから撮れるかわかんないけど、まあこれからね、帰りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。越後湯沢からお送りしました。